三種のカエルの区別を。はい、こんにちは、道畑です。今日はですね、元自然環境調査員らしくね、13年調査の仕事やってたんで、生き物が大好きでね、その調査員らしく、カエル、割と最近カエルばっかあげてるんですけど、3つの緑のカエルがいますね。アマガエル、シュレーゲル、アオガエル、モリアオガエル、この3つの緑のカエルの識別の方法をお教えしたいなと思います。で、最後にですね、別に名前を覚えるのが重要っていうことじゃなくて、種類が分かるとどういうことが分かるかというのを解説してますんで、どうぞ最後まで見てください。それでは後ほど、 See you。 ちなみにこのチャンネルは自然環境調査の仕事を13年して、日本中の憧れ生き物に出会ってきた後、今は岡山県の人口1500人の辺境の村西アークラ村に暮らし、鹿の解体などをしている僕が、かつての僕のような生き物大好き少年少女や、そのお父さんお母さんに出会ってほしい生き物やその探し方を紹介しながら、その子供たちは一体どこへ向かえば幸せなのかを探求していくチャンネルです。 OKOK。 3種のカエルの区別を説明したいなと思います。まずこれ見てわかる通りサイズ感ね、大きいのがモリアオで、シュレーゲル、アオガエルでアマガエルになりますね。大中小っていう感じで同時に見たらよくわかる。はい、手に取ったサイズ感、ご覧のようにモリアオのこれメスですね、割と大きめだと思うんですけど、こんな大きい、ほら。でやっぱり特徴的なのが手足が大きいね。で目を見てください、虹彩が赤い、これもガシッとつかまれてる感じがします。モリアオガエルっていうだけあってね、樹上性のガエルですね。森の中に住んでて、産卵のこの時期だけ水辺のところに出てきて、また森の中に去っていくみたいです。寂しいですけどね、そう思ったらね。ちょっと戻そうか、戻そうと思ってもこうほらへばりついてくる感じ、かわいいな。大きいでしょ、手がでかい。モリアオガエル、ほらほら、おう、ごめんな。シュレーゲルアオガエルですが、これちょっと黒っぽいけどね、もうちょっときれいな緑のもいます。でモリアオガエルに比べるとサイズは中ぐらいで、目がね、本当はこれ虹彩っていう黒目の周りのところが金色なんですね。綺麗な、こう落とそうとしたらへばりつき感は盛り合うほどはないですね。サイズもないのでね、ほら、本当は田んぼとかに多いので、実はそんなに木の上は得意じゃないのかもわからない、登るのはね。お嬢お嬢お嬢、ごめんごめん。はい、シュレーゲルちゃんのアップ、虹彩は金色ですね。赤み要素はない、モリアオが赤みなのに対して可愛い顔してるね。ほらカエル、いや一番顔だけで言うと一番可愛いかもしれませんね、3つの中で。シュレーゲル、アオガエルちゃん、田んぼとかに多い。はい、そして皆さんよく知ってるアマガエルですが、これはもうねすぐ分かると思います。小さいのと目のところに筋が入ってますね。模様がずっと目から続いてね、インディアンみたいなのメイクみたいなね、これがアマガエルの特徴です。上は、緑とかこうなんかカモフラ模様になってるやつもありますね。なんかグレーっぽい色のも、色はいろいろある。一番自動販売機によくついてるでしょ、これここに寄ってくる虫をね狙ってるんですね。おう、はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。3つの種類、一緒にいたらもちろんサイズ感とかも全然違うんだけど、一個一個でしか見れないことが多いですね。そうすると、アマガエルまあまあちっちゃいんだけど、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルのオスっていうのはサイズ感もね、もちろんモリアオガエルの方がちょっと大きいんだけど、似てて区別つきにくいですね。やっぱり大きなポイントは、
虹彩、目の周りのところの色がちょっと黄色っぽいのがシュレーゲルで、赤っぽいのがモリアオガエルです。で、種類が分かると何が分かるかというと、その環境が分かりますね。例えばモリアオガエルは、ちょっと山深いいいところにいます。で、そこからちょっと里に降りてきたところにいるのがシュレーゲルアオガエル、もっと町でもいるのがアマガエルって感じですかね。で、種類を識別するっていうのはそういう意味があって、その種類についてはいろんな人が調べてきてますんで、モリアオガエルがいるとそれの生息環境がそこにあるっていうことが言えるんですね。こういうの生物指標とか指標生物とか言いますけどね。だから生き物のリストがあったら、詳しい人はこれも山があって川があって池があってとか、どういう環境があるっていうのは想像つくんですね。そんなわけで楽しい生き物を、またいろいろ調べていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画で。 See you. See you. See you.